はい、皆さんこんにちは、では今回、戦時下の暮らし、というタイトルです。太平洋戦争が徐々に、まあ、日本の負けが濃くなっていく、どんどん負ける気配がするっていう中で、徐々に生活にも、まあ、変化が訪れます。でこの時にどんな生活になっていったのかとちょっと考えてみたいと思いますね。戦局の悪化で生活はどのように変化したのか、これが、まあ、狙いになります。生活が変わっていく、戦争に負けていくということは一体どういう状態になるのか、まあ、これをちょっと想像しながら、まあ、考えてもらいたいということです。で、ここに総力戦体制とありますが、これ総力戦とはもうあの一部の人たちだけが戦争するということじゃなくて、全国民が戦争に動員されていくということですね。でこれはあのヨーロッパ諸国は第一次世界大戦の時に、この体制、になったわけですが、日本では第一次世界大戦というのはあの軍人だけがやるという感じだったんですね。で日本は初めてこの太平洋戦争において総力戦体制を経験します。あらゆる人が動員されていく。で例えば1、学徒出陣です。学徒っていうのはこれ大学生のことなんですが、今までは大学生は必死に勉強して、で卒業した後にそれをお国のために力を生かすという形だったから、戦争に行くのは免除されてたんですよ。しかし、ここで大学生、が行くことになりました。それぐらい実は人が足りなかったし、切羽詰まってたという証拠でしょう。それから2番、勤労動員ですが、これは特に女子ですね。女性で、国内にいて、例えばその学生だったりする場合には、授業とか結構なくなるんですが、その時に何するかというと工場に、労働に行きなさい。でそこで作る、まあ品物は戦地に送っていくということですね。なので戦争に行くだけじゃなくて、戦争に行くための道具を、国民全体で作っていこうという形になるわけです。だからちっちゃい子どもとかも実は、動員されていて、例えば空襲があった時に、火を消すなんていう仕事も君たちの、が責任を持ってやらなきゃいけない仕事だよっていうふうにして、小学生とかが、先生から言われて、でいざとなったらそれであのバケツ持ってって消すとか、まあ、そういったものも戦争のを支えるための一つの、まあ、行動だという形なんですね。これがあの総力戦体制という形です。ただ本当にあの物資が足りないというところで必死になってみんなやったようです。でこういう時に一体どういうことになるかというと、3、朝鮮人の総司改名なんていう同化政策といわれるものが行われるようになります。つまり朝鮮の人たちは当時あの日本の植民地になっているので、植民地、まあ、といっても完全に日本の場合の、国を残さずに、まあ、この世の中からその、国を消してしまったんですね。日本に同化させてしまったんですね。イギリスなどの植民地のスタイルはちょっとあの国を残しつつ、現地 の, あの資源だけを持っていくっていうタイプだったんですが、日本の場合は全て書き換えようと。ただし、名前自体は別に変えてなかったのを、変えさせるような感じ、日本と同じような、日本人と同じような名前にしていくということなんでしょうね。でこれはあの任意だ、自由だ、変えても変えなくてもどっちでもいいよというふうに言って言う人もいますね。でもこれ分かんないですけど、たとえ任意だとしても強制性が強い可能性は高くて、まあ、後のそのこれ書いてある特攻もそうなんですが、特別攻撃隊、これもあの、爆弾積んで、飛行機ごと体当たりするという攻撃ですね。でこれもあの志願性ですね。やってもやらなくてもどっちもいいと。しかしで、ね、やんないってなった時にね、その空気が悪くなるという状態があるようですね。でこれはね、今にも通じるところがあって、やってもやらなくてもどっちでもいいよ、だけどその後は何も言わないんだけど、やんなかった場合はどうなるかわからないねっていう、こう雰囲気ですね。でそういった中で、
これ名前を変えざるを得ないんじゃないかと。もしこれ名前変えなかったら日本のために頑張りたくない、もしくは反日本的な、人たちって思われたら、街で生きていけなくなりますね。特攻もそうで、やっぱり ここで自分が犠牲になりますと言わなければ、あ、君だけ助かればそれでいいんだねっていうふうに周りから言われかねないと。で、実は日本自体は結構こう団結力の強い民族で、団結力が強ければ強いほど実はそこから外れる人に対しては当たりが厳しいと、これは結構言われることですね。働けない人とか生活保護を受けている人に対しても、いや頑張れば働けるんじゃないのとか結構厳しく言ったりすることが言われるっていうこともなんか聞いたことあるんですけども、これやっぱりみんなが同じようにやってる中で君だけなんで別のことやってるのというふうにして、空気を読めない人に対してかなり厳しく当たるという傾向があるかもしれません。ということを現在の民族性を考えたら、もしかしたら強制じゃないと言いつつ強制だと感じるような言い方をしてたかもしれないというのは思ったりします。まあ、この辺はちょっと、いろいろ考えてほしいなというところですね。さあ、そして、丸4番、学童疎開。これは子どもたちが、空襲に遭うとたくさん死んでしまう。で、将来、大きくなって、まあ、戦えるようにな、戦地に行けるようにするためにも、今はちょっとこう空襲が受けないような、田舎に行こうということですね。なので、都会の学童、ちっちゃい子たちは田舎の長野県とかそういう山の奥ですね、とかに、東京だったら、まあ、長野とかに行くケースが多かったような気がしますが、学童疎開という形で行くわけですね。で、5番目、東京大空襲。これは、本当に、悲惨ですね。東京がで、空襲があり、10万人が死んでしまうと。まあ、原子爆弾投下も、まあ、広島、長崎ともに、まあ、10万人前後の、死傷者を出しましたので、同じぐらいのインパクトがあるものですが、これは本当に日本の家屋って燃えますので、焼夷弾といわれる火がついたものですね、これを落としていく、とにかく燃やせばいいということで、家屋を燃やすと。で、これも完全に逃げ道を塞ぐように円にして、家を燃やしていって、真ん中の人たちはそこでこう閉じ込められた状態で殺されてしまうというようなことが起こりました。で、これもしかも3月10日というね、日を狙って、3月10日は実は陸軍記念日といって、とても輝かしい、日だったんですね。これは奉天海戦というのが日露戦争の時あるんですが、まあ、この奉天海戦でロシアに勝利した日なんですね。このいい日にあえて、やるっていうところで、まあ、日本の気持ちをこうくじこうというふうな、ところがあったようですね。で、これもちょっとね、まあ、考えてほしいのが、空襲結構いろいろありますけど、普通にあってはいけないことだと思います。これはそもそも民間の人たちですので、戦争っていうのは軍人同士は戦っていいけど民間人を殺してはいけない。これは軍服を着てない人を殺害すればこれは虐殺と言われるもので戦争犯罪だしダメなんですね。しかし現在でもこれは原爆も含めてアメリカ側はこれは日本戦争を早く終わらせるために必要だったんだとか、あとその軍需工場といわれる武器を作るところに落としたらたまたま周りの日本人も死んじゃっただけだ、というようなことを言っている。しかしこれを本当に実際に戦争で大きな被害、戦争犯罪に近いようなことが起こられたんじゃないかと疑ってみる必要はおそらくあると思います。はい、ただもう一方で覚えておかなきゃいけないのは、
負けた場合はこういったことが正当化されてそのまま通ってしまうということもまた一つあると思いますね。はい、で6番、沖縄戦です。これは本当に悲惨なところで、例えば特攻って書いてありますが、この戦艦ヤマトも出ていくんですね。で戦艦ヤマトについては世界最大の戦艦なのでお金もむちゃくちゃかかってる。でこれを温存して温存して、出せなかったんですね。で結局戦艦ヤマトを使うタイミングはなかった。でこのままでいいのかって言った時に戦わずにそのまま終わっちゃうっていうことはいけないから出すしかない。でもこれは完全に護衛の戦闘機とかもない状態だからもう必ず沈没される沈没するというのを分かっててでも行くしかないっていう悲しい状態になります。まあこれって実はすごく大事なもので絶対に多くの被害が出る、しかしやらなきゃいけないっていう時が出てくるんですね。でこれをね、なんとか止める方法はないかってそれぞれ考える必要があると思います。これ特に戦艦ヤマトだけじゃなくて沖縄戦自体で言えることなんです。これ何かって言うと、例えば集団自決でみんなでこう死んだりとかで簡単に降伏しないんです。沖縄戦っていうのは、4月に始まり6月に終わる2ヶ月間の戦闘ですが、20万人が死ぬんですね。全島民の4分の1です。で悲惨な戦い方をするんですが、その後実は日本は原爆を落とされて、降伏します。6月に、沖縄戦が終わり8月15日に日本は、終戦を迎えるということですが、これどうですかね。例えば終戦を迎えるわけですが、皆さんだったらどう考えますか。これは、戦争が終わるっていうことを決断した人がいますが、一方でアメリカと地上戦、本土決戦するべきだと、アメリカと戦うべきだという人がいます。戦った方が良かったでしょうか、それともあの時戦争をやめてよかったでしょうか。いや、やめてよかったでしょうと、いうふうに言う人がほとんどかもしれない。しかしこれについては沖縄県民が一体どう思うのかを考えてほしいですね。なぜ沖縄県民が、2ヶ月間戦い続けたのか、民間人含めて、20万人が死ぬような戦いをしたのか。それは今沖縄で時間稼ぎをしてくれれば飛行機とかいろんなものを作る時間があると、で、仇は後で絶対取ってやるというところで頑張ったところがあるわけですよね。なんとか沖縄で時間を稼いでくれたら後で我々がその分巻き返すからそれだけの時間をくれというところで沖縄県民は簡単に参りましたとせずに、もう逃げて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 最後はもう降伏せずに自決までして、で頑張ったけどもその後すぐ降伏したということは、なんだやっぱり沖縄県民の命は本土の人たちの命と違ってもう軽いもんなんだと。沖縄はぐちゃぐちゃになってもいいけど日本はこれ以上ひどい状態になっちゃいけないから日本の本州はやっぱりちょっと守んなきゃなという感覚になったんだねというふうになるはずなんですよね。だからこの辺ね、簡単にあの時点で早い戦争終わってよかったなと言っていいのかというとちょっと微妙なんですよ。で、だったらじゃあ沖縄戦より前にね、戦争やめてりゃよかったじゃないかっていう人もいるかもしれないけども、その前には硫黄島のね戦いというのがあって、あそこの守備隊は2万人がもうまともな守る武器などを持たされずに、でも戦えと言われて戦ったんですね。それもやっぱり現地で頑張っていってでそこでみんな死んだとしてもその人たちの気持ちを汲んで後で、我々が日本を守ってやるから絶対降伏しないからっていうことなんだと思うんですね。だから戦争っていうのは、犠牲があってその犠牲者の思いを汲んで、戦うというところがあるので簡単にやめられないんですよね。だからこの辺なんでね、戦艦ヤマトの件もそうですが、ヤマトを作った人の思いとかもあるわけですよ。でその思いがある、その
思いを無駄にしちゃいけないというところで簡単に止められないというところがあるから、しかしじゃあ仕方ないねとなったらいつまで経っても止められないので、どういう形でちゃんとやめるのか終えるのかということを考えなければダメだっていうことなんですね。で今回は、戦争が終わっていく、戦争がぐちゃぐちゃになっていく状態の中でどういう変化をっていうのをやりましたが、次回は戦争終結です。で終結は終わってよかったなじゃなくて、今までの話をしっかり覚えてください。終えるのって難しいんですよ。で戦争をやめるぞって言った時に、なんでやめるんだ、今までどれだけの人がどれだけの思いでやった死んだか分かってるのかとか、あともうちょっとすれば勝てるのにこの時点でやめると何事だっていうふうにね、思っていたり、で最初に戦争するっていう人がいる以上は、戦争をすると決めた人が辞めた段階で責任を取らなきゃいけないので、言い始めた人は絶対辞めたくないと言いますよね。さまざまな人がみんなこんな苦しい思いして辞めたいなと思うけど、誰もが辞めたいと言えない、そして辞めるぞと言い出す人もいない。こんな中でじゃあどうやって辞めるのか、これむちゃくちゃ大事だと思いますので、ちょっとまあ皆さんもどういうこんなひどい状態でどういうふうにやめるのかな、もしくは実際やめられたのでどういうふうに話を持ってって全国民を納得させやめさせたのかな、でこれをちょっと想像してもらいたいですね。そうすれば誰もが止められないような、でも誰もが止めたいものをきっと皆さんは止められる、そういうような人材になれると思いますので、ちょっと考えてみてください。はい、以上で終わります。